文心は、東野慶吾の推理小説。1993年9月に集英社より、刊行され、1996年9月に集英社文庫より、文庫本が出版された。2012年に、ワウワウの連続ドラマで、テレビドラマ化され放送された。札幌に住む18歳の女子大生、宇治家真理子は、中学生の時、 両親と離れて、函館で下宿しながら、学校に通っていた。母親は、とても優しかったが、自分とは目を合わせて話してくれないことで、小学校高学年頃から、自分は嫌われてるのではないかと思い始めていた。そして中学生の時、その母が火事で不審死した過去を持つ。父親は、母の死について、すべてを知っているようだった。数年後、 火事で亡くなった母の遺品を見つけたマリコは自分の出生の秘密を探り自分に瓜二つの双葉という女性の存在を知る。マリコはその謎を解き明かすことを決意し真相に近づいていく。東京の20歳の女子大生小林双葉も自分の存在に疑問を持ち始めていた。双葉はアマチュアバンドのボーカルをしていたがなぜか 母親からテレビ出演を強く反対されたのだ。そして、マリコと双葉の二人が動き始めるとき、生命工学における禁断の領域が姿を現し始めるのだった。札幌に住む女子大生。自らの出生についてずっと疑問を感じていた。氏家マリコの父親。函館理科大学教授。氏家マリコの母親。帝都大学医学部女学生。 東京でバンド活動に燃える女子大生。母に女で一つで育てられてきた。小林双葉の母親。看護婦。聡明者雑誌記者。バンド仲間。バンド仲間。バンド仲間。北斗医科大学教授。北斗医科大学教授。藤村教授の助手。井原俊作の第一秘書。大物政治家。聡明者社長。 2012年2月12日から3月11日まで、ワウワウの連続ドラマオリジナルドラマとして、長沢まさみ主演で、前後回にわたり放送された。ありがとうございます。